の制作でお送りしていますアッコのいい加減に旋回、ここ2週は、まあ、特別な形でお送りしましたから、お電話ファックスメール受付お休みさせていただきましたが、今週からまた再開です、はい、いつものようにテーマはフリーです。連休中の出来事から明日の母の日の予定、思い出など何でも結構です。またアッコさんに出題する脳トレのクイズの問題もよろしくお願いいたします。母の日に本当に、まあ、このなんて言うんですか、電波を通し言うことではないと思うんですけども、なんかみんなが家に目っていう感じの目線が我々はそんなこと一言ありませんけども、一応我々ってどういうことですか。この番組スタッフから、はいはい、まあ、ビッグママに、はい、カーネーションをいただきました。本当ありがとうございます。そろそろ、ま、毎年そろ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 かかるいいよ別に本当にもうお気持ちが嬉しい、ありがとうございます。とんでございません。全員がくれて、はい、一人一本ね。これも毎年言ってますけど、もうね、自分であげる人がいなくなったんですよ、お母さんと思う人が。ああ。いや、思う人がっていうか、思ってた人がね。例えば、芸能界のお母さん。まあ、自分の母ももちろんですけど、はい、まあ、芸能界の母として慕ってた山岡久乃さんとか、あと、森重久彌さんの奥様、京子ママとか、あとうちの旦那のお母さんとかね、本当にお母さんと思う人に送ってたんですけども、皆さん、天国に召されて、でももらうばっかりになっちゃって、もらうばっかりだとやっぱ母の日ってさ、寂しさ、うん、あ、例えばこうバレンタインデーとか ホワイトデーとかあるじゃん、はい、母の日とかもお返しするの、これどうするの。いや、母の日お返しじゃないですよね。ないよね、はい、多分ね、このまま行ったら明日も私もくれんじゃないかと思う。うち今でもね、本当に、いや、嫌味じゃないですよ、ものすごいんですよ結構水やりとか大変でいや、いただいたお花はちゃんとアコさんお花好きですから。そうなんですよ。自宅に持って帰って、いやいや、カーネーション今はね、うん、いや今ランとかもありますけど、まあ、す結構育てるんですよね、ちゃんとね。そうなんですよ、日の当たるところとかね、声かけて、あ、お返ししなくていいんだ、このまま行くとお任せもどうもくれそうだから。おかしい、いや、我々何の見返りも放送期待してます。いや、だから普通に教えてよ。いや、本当にないと思いますよ。ないの。はい。そうやな、子供の日に何かやったからって子供から別に。だって、むしろ日頃お世話になってるので、この日に、まあちょっと区切ってお返しよということですから。それにお返しは変じゃないですか。あ、そうだよね。はい、あ、よかった。いや、よくさ、そこで、うん、もろ、はい、もらったもんの半返しとか言って、一本の半返しとか言って、まあ、バレンタインデーにおけるホワイトデーみたいなものはないってことですよね。あ、なるほど、はいはい、でも、うん、毎年言ってますけど、まあ、私みたいに、まあ、お母様がね、天国召された方とか、なんかの事情で、くれない方、気持ちを持ってればね、はい、私もこのカーネーションもらい出して、あ、母の日やと思って、毎、正直言ってですよ、毎日思ってるわけやないのに、お母のこと思い出すもんね。やっぱり、いい機会なんですね、やっぱりね、うん、別に白いカーネーション買おうとも思わないし、もうええなって写真に向かって、お母もうええだろって言っていいですね。なんかそういうのでいいんじゃないですか。またアコさんのそういう気持ちに共感される方も、聞いてる方たくさんいらっしゃると思いますよ、うん、はい、はい、まあ、そういういろいろメール、ファックスお電話お待ちしています、はい、受付電話番号は東京03-3211-3222です。電話は東京03-3211-3222です。ファックスは0570-021242。メールアドレスは小文字で akko @1242.com @1242.com まで送ってください。さらに電話で参加いただくコーナー、クイズ和田おねや、あこさんの番組内の発言がクイズになっています。正解すると今週は1万円がお二人に当たります。はっ、そうだったね。そうなんですよ。はん、だって忘れてたっていう。そうそうそう。せやせや。前回ね、はい、選ばれた方がお二人とも出られなかったので。そうなんですよ、ね。そうなんです。はいはい、メールやファックスに電話番号を書いてくださった方は全員抽選の対象になりますし、はい、番組の中で紹介された方も抽選の対象になるのは変わりませんので。連休の間何らかで散財された方はいいチャンスですよね。す、電話するだけで1万円ですから、はいはい、で抽選の結果、こちらから選んだ方に電話をかけます、はい、5回コール以内に出てくださらないと回答権失格になって次の方に移りますので、はい、出てください、はい、メールやファックスには必ず電話番号と、本当のお名前と住所も書いておいてください、はい、ラジコで番組をお聞きの方の場合はお手数ですが、メールやファックスに必ずラジコで聞いていますと書いておいてください、はい、そういう方が選ばれた場合はクイズの問題を読み上げ
げて、ある程度時間を空けてから電話をかけたいと思います。ご協力お願いいたします。たくさんのお電話ファックスメールお待ちしております。はい。穴場木ロックフェスのお話を受けてですね、はい、柏市ののんたさん、はい、見たかったという。 ありがとうございます。これフジテレビで放送がありますね。はい。6月25日土曜日、はい、6月25日土曜日夜8時から5時間にわたってフジテレビネクスト CS チャンネルですね、はい、フジテレビの CS のフジテレビネクストでオンエアがあります。はい。ネットで調べたら、はい、アッコさんのパフォーマンス見に行った人たちが絶賛してますねと。嬉しいですね。すごいんですよね。嬉しい。もうそう言っていただけると本当嬉しいですよね。ちょっとその一部ご紹介します。はい、ツイッターからスタッフがピックアップしたものですが、はい、例えばですね、はい、和田アキ子は本当にすごかったよ、はい、腰にくるあの独特なリズムと歌い方は、はい、ライブじゃないとわからなかった、はい、いいもん見たっていう。あ、嬉しい。本当に嬉しい。大きい会場ですからね、みんながどういう反応かわかんないんですよね。また別の方、はい、サカナクションからサンボマスターへ、うん、そこへ昔から一番生で聴きたかった和田アキ子さんが、うん、感動ともっと聴きたかったという気持ちといろいろだったけど、うん、本当にかっこよくて目に耳に焼き付けました。ありがとう。もう本当に和田アキ子殺すに反応はいらん。褒め言葉一つありゃいいけなしたあかんよ。けなしたら落ち込むからね。もう一つ言っときましょうか、はい。和田アキ子、はい、ついに和田アキ子や、はい、この方関西の方なんですね、はい、まさか観客全員であの鐘を鳴らすのはあなたを合唱する日が来るとは思わなかったぜ。胸熱すぎた、うん、今日一日の集大成だった。一曲で去ってしまったけれど歌姫悲しいぜ、もっと聴きたかった。わー、ありがとう。本当に初めてなんですよ。みんなで一緒に歌おうっつったの、あの鐘を。はい、最後。あ、そんな言っていただけんなら次もやろう。ね、まだまだ控えてますからね、はい、野外フェス、はい、アコさんは7月16日土曜日は北海道岩見沢でのジョインアライブがあって、はい、これ7月ですね、はい、で、この番組では初めてお知らせするんですが、サマーソニック、はい、8月21日日曜日、はい、千葉幕張でのサマーソニックにも、なんと、そうなんですよ、ということですね。そのリハーサルも、もう本当にもう今月の後半ぐらいから。早いですね。まあ、ジュニアライブのもあるんですけど、あのサマソニーなんかは外タレっていうか外国の人もいっぱいいらっしゃるっていうんで、英語やっちゃってもいいかなみたいな、うん、でも準備に早速取り掛かっていると。いやいや、まだ選曲の段階ですけど、早めにやって、もうみんなでもういい意味で縦乗りばっかりじゃなくて横乗りできる曲とか、老若男女できるといいなと。しかもそれ洋楽でという。洋楽で、だからそういう昔の歌を今調べたりしてる。あの石段万博のローズなんかすごい評判でしたからね。あー、ローズね、はい、あれはやっぱり名曲ですよね、はい、まあそういう歌いっぱいあると思うんですよ、みんなが知ってる歌って。そうですね、はい、世代を超えてローズになると私ぐらいの年ぐらい、まあ私ぐらいの年ぐらいしかフェスは来ないですかね。せめてあんまりそんな80の方とかいらっしゃらないでしょ。70、80は。地元の方だったらありえるかな。80歳ぐらいの方。地元の方はなんかしながら聞いてますよ。ちょっと聞こえてくるとかね。いや、でもなんかそういう方たちも世代を超えて今ね、そういう意味ではね、来週レコーディングするんですけど、今度の私の新曲もちょっと渋いっすよ。あーっていう年相応の、はい、来週レコーディングで、はい、はい、頑張ります。楽しみにしております。はい、それでは、今日の1曲目になりますか、これは。はい、そうでしたっけ、はいはい、アッコさんの最新アルバム「和田ソウル」から選んだ理由はですね、はい、あのジャネット・ジャクソンが49歳で妊娠したという話題があって。みたいですね。この、まあ、アッコさんのアルバムも実はプロデューサーがジャネット・ジャクソンのプロデューサーでございます。そうです。はい、はいはい、それから引っ掛けました、はい、和田アキ子「THEMUSIC」フューチャリングバーバル。